はい、どうもです。親父の晩御飯の時間です。今日はね、こちら夏野菜炒め、かぼちゃとアスパラとね、コーンをね、塩コショウとね、少しソーミシャンタン入れて炒めてます。で、こちらがね、豚のね、味噌漬けのロースのやつをね、ロースというか豚の味噌漬けをね、焼きました。そしてね、こっちにご飯ちょっと用意してるんですけども、暑そうだな。ちょっと見えるかな。ちょっと怖いな。これがちょっと倒れそうなんだよな。ちょい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 とこう持って。はい。お芋のね、芋ご飯じゃないのよ。芋を茹でるのがめんどくさかったんで、この中にね、一緒に入れちゃったの、お芋。そしたら美味しくできるかなと思って。ホクホクのね。ほら。で、皮ごとしたのはね、わりかし皮取っちゃうとね、水分が抜けちゃうのね。まあ、パサパサになっちゃうのよ。それで皮をつけてね。あ、でもほら、わかるかな？黄色が濃いのがね、蜜。お、柔らかい、ホクホク。もうね、ジューシーっぽさがね、伝わんないかな？画面だと。結構ね、水分出てます。いただきます。甘。おいしい、おいしい。大成功。おいしいわ。とろっとろ。あっか。ご飯。よそう。まあ、全体的にお芋がちょっと乗っちゃってるんでね。なかなかご飯が。どうかな、ご飯がね、少し。あ、ちょっと。このね、芋を入れて炊くののね、もう一つメリットはね、多分、でんぷんが出るんですよね。もち米とまではいかないんですけど、結構ね、もちもちに炊けるの。早速いただきます。アスパラね、福島産だったかな。おいしい。このえぐみね。先日ね、マツコの。ご飯もちもち。マツコのやつでさ、私好きな。アスパラの世界やっててさ、紹介してたからね。おいしいおいしい。かぼちゃニュージーランド。こちらもいいわ。こちらはホクホク。あっかい。これ美味しいね。安いの買ったから、こっちがね、2つで250円ぐらい。これがかぼちゃが40円、アスパラ3本で50円、コーンがね、130円ぐらいかな。ちょっと高いね。しっかり水分残ってて、アスパラ美味しいわ。見た目ちょっとね、あまり良くないんですけど。ちょっと味噌感薄いね。
ちょっと味噌薄いこれ。タレを持ってこよう。先日買ったやつはね、ちょうど味良かったんだけど。いや、美味しそう、美味しそう。うん、ご飯美味しい。少しね、水分多めで炊かないと。お芋の量によっては芯が残る場合があるから。ほんと炊きたて、でっかいお芋。皮にねご飯がついちゃうのが。弱点といえば弱点。あ、ててててて。皮食べた方が。いいんでしょうけど。ほら、ほくほくしっとり。うん、本当も美味しい。甘くて、こっちでね、一緒にやろうと思ったんだけど、こっちで正解だった。お芋は千葉だったかな。違う、アスパラ3本じゃないわ、4本ぐらいか。
肉汁が出たタレもね、うん、薄味だから素材のうまみが、コーンを食べたい。うん、ちょっと時間ないから食べちゃおうか。はい、ということでね、ごちそうさまでした。今日はね、夏野菜炒めと豚の味噌漬け焼きいただきました。とても美味しかったです。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。上地の食卓へ足を運んでいただきありがとうございます。それではまた、ごきげんよう。お芋も美味しかったよ。